鏡屋祭りかか、はい、やってまいりましたよ、京都酒造館。いやー、インターネットで見たときは博物館かなって思ったんだけど、違いました、居酒屋でした。というのも、この居酒屋さんはこの京都酒造館っていう名前なだけあって、京都全域のお酒が約30種類飲み比べできるらしい。うん、早速ね、私もいろんな京都に、せっかく京都に来たんだから、いろいろね、本当は一軒一軒京都中のお店を回ってお酒を飲みたかったんだけど、めんどくさいんで、ここに来たらね、全部いっぺんに飲めるっていうので、はい、来ました。早速ね、行ってみようと思います。ドアの横に書いてる漢字は何なんでしょうかね。美しい酒、燻製、なんか読めませんが関係ないでしょう。ということで、早速飲もうと思います。乾杯。すごい、お店の中めっちゃお酒あるじゃん。あれは、あ、飾りか、あの棚のやつは。メニューメニューメニューください。ふんふんふん。いやー、すごい、これ本当に30種類あるんですか。すごい、初めてです、私。初めて。3種飲み比べとかはね、よくあるけど、30種類だよ。目の前に30種類。全部味違うんだよ。しかも、京都中のお酒だけで30種類。日本全国じゃないんだよ。京都だけっていうのがね、すごいね。さすが、期待してました、京都に。じゃあ、早速、いただきまーす。そいや、そいや、そいや。かっか。そいや、そいや、そいや。かっか。そいや、そいや、そいや。かっか。そいや、そいや、そいや。わっしょい、わっしょい、わっしょい。かっか。わっしょい、わっしょい、わっしょい。かっか。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。